ネオカルジノスタチンは、ストレプトマイセスマクロママイシッティカスによって分泌される、高分子色素タンパク質エンジン抗生物質である、高腫瘍活性を示す、ネオカルチノスタチンとも呼ばれる。ネオカルジノスタチンは、不安定な発色弾と113アミノ酸からなる、アポタンパク質の2つの部分からなり、 アポタンパク質と発色弾は非共有結合的にしっかりと高い親和性で結合している。発色弾は非常に強力な DNA 損傷剤である。発色弾は非常に不安定であり、アポタンパク質は発色弾を保護し標的とする DNA へ放出する役割を果たしている。細胞中に存在する還元的条件下でのエポキシドの快感によって、 バーグマン管科のための条件が整えられ、その後、ジラジカル中間体の酸性と d n a 2 0差の切断が起こる。その他のネオカルジノスタチン類抗生物質には、マクロモミシンやアクチノキサンチン、ケダルシジン、マズロペプチンがある。抗腫用薬としては、最も強力な化合物の一つである。急性白血病、消化期癌、暴行癌、生児小林、巻子放り、 グアング・シンワン、アンド・マサヒロ・ヒラマ、ホルマル・トータル・シンセシス・オブ・ネオ・カルチ・ノスタチン、クロウマ・ホー。JORG、ケン、71、636、644、ドイ、10.1021、イ・十点一零二一上零五二零三一 OS 零零二二から3億2630万2031から1、プミド1640万8974。ありがとうございます。